ついに来たぞ。リーチが長く、スマッシュが強力、あのガノンにも似ているとまで言われたパワーを持つ、あのキャラを使う時がやってきた。ああ、なんといっても新キャラだからな。やっぱり実況者としてこういう波には乗っておかないといけないよ。いや待て。どうしたんですか一体。どうしたのか聞きたいのはこっちなんだよ。いやお前、新キャラのベレス使うんじゃなかったの。やだなぁ、そんなこと一言も言ってないじゃないですか。リーチが長くてパワーがある。ガノンに似てるキャラと言ったら、アイクに決まってるじゃないですか。なんで今アイクなんだよ。せっかく新キャラ来てるんだからそっち使えよ。まあ同じ FE のキャラだし大体一緒かなって。怒られるからそういうこと言う。名前もちょっとベレスに寄せてんじゃねえよ。寄せるくらいなら初めからベレス使え。そんなわけで今回はアイクを使って、トーナメント優勝を目指していきましょう。え、マジでアイク使うの？ほら。アップデートで強化も弱体撃墜早すぎるだろ。ふっふっふ。まあアイクのパワーがあればこんなもんですよ。まだ試合始まって15秒しか経ってないんだけど。あ、コピーされちゃった。この野郎、こっちはアイクの B 技使えないのに、勝手にコピーして使ってんじゃねえ。怒る理由が理不尽すぎる。っていうかこう見ると本当にアイクって攻撃力高いよな。まあその分技を振るのが大振りなんですけどね。とりあえず人の B 技を勝手に使うあのカービィは許せないので、鉄拳制裁。試合が終わるのが早すぎる。まったく。人の B 技を勝手に使うからこうなるんですよ。 B 技を使う？ちょっと待て、もしかして今のカービィ B 技しか使ってなかったんじゃないか。え、いやいやまさかそんなことあるわけ。どうやらお相手さんの A ボタンは壊れてたみたいですね。なんでそれでスマブラやろうと思っちゃったんだよ。よしよし、いい感じにリードできてる。この2回戦で勝てば次は準決勝。負けるわけにはいきません。相手のクラウドのリミットも切れたし、ここは先に撃墜したいな。チャンス。ほら、おお、これは残念ながら普通にうまい。うまいのに残念ってどういうことだよ。まあこのダメージで先にストックを落とせたのであれば、さすがにここから負けることはないでしょう。油断大敵って言葉知ってるか。高難台駅なら知ってますよ。どこだよ知らねえよ。油断するなって言ってんだよ。わかりましたわかりました。まだまだ撃墜はされないと思いますが気をつけます気をつけます気をつけます。なんでだー。ほら見ろいワンコっちゃない。お前はスマブラ界の食物ピラミッドだと、ダンゴムシくらいの実力しかないんだから気をつけないとダメだろ。それ誰に食べられるんだよ。やばいそろそろ撃墜されてもおかしくないダメージになってしまった。相手のリミットも溜まってるし、当たったらおしまいだぞ。うおお、相手もスマッシュで勝負を決めようとして、危ねえ、剣士が遠距離攻撃するのは犯罪だろ。犯罪ではなくない？でもこれで相手のリミットは切れましたし、そろそろこっちも反撃といこうじゃありませんか。相手を崖外に出した、このチャンスで勝負を決めたいところ。やばい普通に変えられちゃった。下手くそか、ここでしっかり。と反撃、何回も時間止まってなかった？気のせいですよきっと。まあそういうことにしておいてやろう。これで2回戦は突破できたので、次の3回戦もサクッと勝っていきま、なんでださてそれじゃ今回はアイクを使って優勝を目指していきましょう。無理だよ。今から仕切り直すのはどう考えても無理があるよ。認めない。私があんなポケモントレーナーもどきに負けたなんて絶対に認めない。負けたのは紛れもない事実なんだから諦めろ。とりあえずこのガノンに勝って、先ほどと同じ3回戦までサクッと登っていきますよ。そう言ってる割に、すでにダメージで差をつけられてますけど。うおおやばい。頼むアイク、腕を伸ばせ。なんとか届い、危ねえ。そのダメージでガノンのスマッシュを受けたら、跡形もなく消し飛びそうだな。まあこちらも似たような、あ、やばいやばいお願いしますどうか見逃してくだ、あ、ちょんくりけ、シールドブレイクからの反転魔人剣、これはお見事、そう、こっちにだって一撃必殺技はあるんだ。ああ、あの炎の柱を出すやつだな。まあ B 技なんで使えないんですけどね。そういえばそうだったな。あやばい掴まれちゃった、回避で崖に寝てよ、って、か。かっこいいよね。いやちょっと待って、いくらなんでも上手すぎない。まあオンライントーナメントだからな、こういう試合もあるだろう。どうしよう、今回優勝できる気がしなくなってきた。大型アップデート直後っていうのもあって、トーナメントの人数も多いしな。ふざけてアイクを使って勝てないなんて恥ずかしすぎる。ならちゃんとベレス使わない。ベレスなら見た目も可愛いしサムネ映えするって。急にめたい発言しないでもらってもいいですか。って、一回戦はそのベレス、じゃなかったベレトですね。ベレスベレトは性別で名前が変わるから、合わせてベレトスとか言われてるよな。どうやらリーチが長いのが長所のキャラのようですが、こちらのアイクもスマブラではかなりリーチが長い方ですからね。先輩としての格の違いってやつを教えてあげましょう。でもベレトの技ってどれもエフェクトが派手でかっこいいよな。特に B 技は派手なものが多いですからね。しかも一撃がかなり重いので早期撃墜には気をつけないといけません。と危ない危ない。いやほんとこうしてみるとめちゃくちゃリーチが長いな。浮かしてしまえばこっちが有利。そしてリーチが長いのはこっちも一緒なんだよな。相手の着地に横スマッシュを当てて撃墜。ここでリードできたのはかなり大きい。リーチが長いのが特徴とかいうアイクのパチモンに負けるわけにはいきませんからね。名前から
らしてどう考えてもお前がパチモンなんだけどな。まっさかカーニバル、そんなお祭りは存在しない。とりあえずストックではリードできているので、撃墜される前にできるだけダメージを稼いでおきたいですね。そのためにもコンボをしっかりと当てていかないとな。アイクは空中ニュートラルから色々つながるので、そこを活かしていきたいところ。チャンス、ほら、かすりもしてませんけど、まあ今のは内側に来る読みでしたから、致し方なしたかし、痛い痛い、当たったのが根元でよかったな。ベレトの横スマッシュは、先端に当たるとめちゃくちゃ強いわね。OP よりいくらなんでも当たりすぎじゃない？そもそも緊急回避でしか崖に掴まれないので、読まれるとどうしようもありません。まさか相手もこっちの B ボタンが壊れてるとは思ってないだろうけどな。もう今回だけで散々メテオを食らってしまったので、そろそろこっちもメテオを決めちゃいましょう。メテオって言っても、こっちは復帰技がないんだから。メテオなんていけないだろ。暗いですメテオ。メテオでもなんでもねえ。ただの空への撃墜じゃねえか。ほらあれですよ。打ち上げ花火。上から見るか下から見るかみたいな。見る位置の問題ではなくない？それじゃ2回戦に行きましょう。ふむ、次の対戦相手はマリオか。上手い人はコンボからメテオをしてくるから、気をつけないとまたメテオされるぞ。まあ見てろって、明治ブルガリアヨーグルト。マリオとはリーチに大差がありますからね。剣の長さを生かして戦えば、負けるような相手ではありません。確かにこれだけリーチが違うと戦いやすそうだな。というわけで途中までカット。ダメージ負けてるじゃねえか。何が負けるような相手じゃないだよ。安心してください。スマブラは先に撃墜した方が勝つゲームですから。うわぁ。これはひどい。どれだけリードされても一撃で取り返す。これぞパワーキャラの魅力ですからね。ダメージなんてお飾りみたいなもんですから。お飾りは言い過ぎだろ。スマブラの重要な要素の一つだわ。さて、相手はすでに 38%。スマッシュの撃墜圏内ですね。さっきみたいなまぐれはそうそうないから。っていうかやばい、これ帰れるか微妙。おいバカやめろ、届け。危なかった。なんとかギリギリ掴めたか。でもこれ相手からしたら、なんで復帰技使わないか不思議だろうな。再びのホールドスマッシュ。当たるわけもなく反撃されると、まあまあどんなスマッシュも振らなきゃ当たりませんからね。地味に相手のダメージも溜まってきましたし、もう一回適当にスマッシュでも振ったら当たったわ。なんでそんな適当に振って当たるんだよ。まあこれでも自分天才なんで。天才が何言ってんだか。この流れのまま3回戦、そして準決勝も無事突破。これで次はいよいよ決勝戦か。この大人数のトーナメントでここまで来れたのは、なかなか嬉しいですね。ここまで来たら優勝を勝ち取りますよ。決勝戦の相手はベレスだな。1回戦ですでにベレトを破っていますからね。もう慣れたもんですよ。ただ、新キャラのベレスで決勝まで上がってきたってことは、おそらく相当な猛者だろう。1回戦みたいにそう簡単に勝たせてはくれないと思うぞ。まだ全然開拓されていない新キャラで、そう簡単に優勝なんてできないってことを、教えてあげないといけませんね。壊れたコントローラーでやってる奴には言われたくないと思うけどな。っていうかやばい、ちょっと待って、この人新キャラなのになんでこんな使いこなせてるの。コンボもしっかり覚えてるみたいだし、これはなかなかの強敵だな。今のところはほぼ五分五分の勝負。こっちは復帰技が使えないので、できれば早めに撃墜してリードしておきたい。まあ復帰方法が限られてると、どうしても事故死が起きやすいもんな。言動とは裏腹にリードしてるのは相手の方だけど、まあまあこっちにはなんといってもパワーがありますから、多少のダメージ差があっても、一発スマッシュを当てて先に撃墜してしまえばいい話。スマッシュは当たったものの、さすがに撃墜はできず、もう一発当てれば撃墜できそうですね。しかし本当に相手が上手い。ダメージでは負けてる。ちょっと待って、なんで今掴めなかったんだ。ただでさえ相手が上手いのに、ここでまさかの痛恨のミス。そう、こうなったら何としても早く撃墜して、ストックイーブンまで追いつかなければ、まあ相手のダメージも結構溜まってるし、何か大きな一撃が当たれば撃墜できるかもな。コンボが痛すぎる。ワンコンボで 40% か。さっさと吹っ飛べ。横スマッシュでなんとか撃墜。ダメージ差はあるものの、このくらいならまだ勝てる可能性はありそうだな。せっかくここまで来たんです。こんなところで諦めてたまるかってんですよ。ベレスは確かにリーチが長いですが、槍の攻撃は先端じゃないと威力が低いですし、槍以外の攻撃では基本的にアイクの方がリーチが長いので、このリーチ差を生かして逆転していきましょう。果たしてそううまくいくのか。ダメージでは結構差をつけられてるから、槍の攻撃と斧の攻撃には十分気をつけるんだぜ。まあ確かに一見ピンチに見えるかもしれませんが、このくらいのダメージ差なんてあってないようなもの。ないことはないと思うけど。結局ね、スマブラっていうのはスマッシュを当てた方が勝つんだよ。今相手 60% くらいしか溜まってなかったんだけど、ガノンのスマッシュの元となったキャラクターですから、そりゃパワーもあるってもんですよ。さすがゴリラと言われた勇者は違うな。というわけでなんとか無事優勝することができました。次回はベレスを使うことを祈ってるぜ。アイクは B 技がなくても割と戦えるキャラだったので、皆さんもぜひお試しあれ。みんなはちゃんと使えるコントローラーで戦おうな。それではご視聴ありがとうございました。